衝撃、電子レンジで温め直すとやばい5つの食品。食べ残した食品にラップをかけて保管する。そして翌日電子レンジで温め直して食べる。よくある日常の一コマだと思います。今回は電子レンジで温め直すとやばいと言われる食品、温め直してもダメな食品など紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。1. 冷凍コロッケ。一人暮らしのプラス一品やお子様のお弁当の一品として大人気の冷凍コロッケ。しかし冷凍コロッケのとりわけ衣には劣化したコレステロールである酸化コレステロールが多く含まれています。これは卵黄パウダーを含むこと、そして高熱で加熱された商品であることが原因です。酸化コレステロールは体内の活性酸素を増加させ老化全般を早めてしまうのですが、冷凍コロッケはその商品特性上一度高熱で揚げた上に再度電子レンジで加熱しますよね。もともと多く含まれていた酸化コレステロールの量が電子レンジによる再度の加熱でさらに増えてしまいます。美味しくて便利なのですが、食べ過ぎには気をつけなくてはいけない食品の一つと言えます。 2. 鶏肉。鶏肉に含まれているタンパク質組織は電子レンジで温め直されると変質する性質があるんだそうです。これが消化器系の何らかのトラブルを引き起こす可能性があるそうなので、取り扱いには注意が必要です。 3. ほうれん草や玉ねぎ。ほうれん草や玉ねぎ、セロリといった硝酸塩を含む野菜の電子レンジでの温め直しはあまり良くないと言われています。お味噌汁などにもよく使われている食品類ですが、何度も繰り返し温め直すと毒素が発生するリスクがあるんですね。 4. カレー。これまでとは毛色の少し違う話ですが、電子レンジで温め直し再度加熱することで食中毒が防げるのではなどと勘違いしていたりしませんか？特にやりがちなのがカレーやシチューですよね。この手の食べ物は翌日になるとよりコクが出て美味しくなりますから、最初から複数日分作っていたりします。大きな鍋で作り置きをして翌朝ライスをよそり、ルーをかけ電子レンジで加熱する。本当にあるあるの光景なんじゃないかと思います。実は一晩寝かせたカレーは電子レンジで再加熱をしたとしても食中毒を引き起こしてしまうリスクがあります。ウェルシュ菌という細菌は100度という高温に数時間さらされても生き残ります。電子レンジで数分再加熱しただけでは全くもって食中毒対策効果はないと考えるのが自然でしょう。 5. ご飯。ご飯の再加熱もやりようによっては危険があります。炊いたご飯をしばらく放置しておくと食中毒の原因となるセレウス菌が繁殖してしまいます。このセレウス菌は耐熱性に優れた細菌のため、電子レンジで再加熱しても生き残ってしまうでしょう。お腹を壊す原因となってしまうので注意が必要です。ご飯の保存はある程度冷めたら、これらの細菌が繁殖する前に速やかに冷凍してしまうことが大切です。いかがでしたでしょうか？レンジで加熱をすることで毒素を出すと言われる食品、温め直してもダメな食品、注意が必要ですよね。